よし、渡ってどこからイベントが終わったら、ああ、でもまだ、あ、でもだいぶ人減ったね。すごいですね。おお。へえ。さ。へえ。通りも、あ、ちょっと田中さんのは。いっぱい入ってますね。すごいですね。へえ。しても今まで気づきませんでしたけど、最後に鳥ってあるんですね。鳥って難しいだろうな。飛んでくしね。へえ。ツアーモノどもが夢になったと言わんばかり、もうすっかりね、イベントも終了して、静かになりましたけどね、ここからですよ、ここからね、これですよ。ということで、ね、明日またね、乗るのに、もうね、今日のうちに、ね、買っときましたんでね、緊急フリー乗車券買っときましたんで、これで明日また、ちょっとね、水間鉄道、多分午前中になってね、昼過ぎぐらいまでだと思いますけどね。ちょっとまあ、往復1往復乗ったらね、600円で元取りますから、ちょっとちょろちょろっと乗って、またちょっと沿線を巡って、肉付けしてね、うちのところはね、さらに2日かけて、もう1日かけて、きめ細やかなね、撮影を、きめ細やかやったか、今日の撮影がという気はしますけど、まあまあまあ、ね、これね、プラス600円で、しかも今から300円に乗ってきますからね、いやいや、だいぶ貢献しておりますよ、これ。これだいぶ貢献したいじゃないですか。よしよしよし。ということでね、明日の準備もできたところで、16分発でね、乗って帰れるみたいなので、戻っていこうと思います。まあまあ、まだ明日も撮れますからね。で、今日はとりあえず、来ていきましょう。IC カードでね。よし。明日もターミナル撮ってもいいけど、まあ、またちょっと時間もありますし、ターミナルの様子見てみましょうか。やっぱこれも正味橋と同じような感じ。あ、でも、むしろ今度はこっちは、塀の先にありますね。ターミナルですね。これも多分光るでしょうね。で、こっち側は、あ、待合所も一気にすっきりしましたね。こっちは、あ、だいぶちょっと隠れてますけど、ありますね、ターミナル。これでとりあえず水間鉄道もターミナル完成しましたからね、うちの企画的にはだいぶ進行しております。で、ここはこの駅だけは駅構内にないのか、あの他の駅に貼ってあるようなやつが、すごかったですね。あ、中がちょっとスタッフさんの休憩になってるんですね。あ、だいぶ空いてるわ。これだったらやりやすいですね。じゃあとりあえず乗車券しまっておいて、あ、ちなみにこれはね、明日また駅員さんに印鑑を押してもらうといいみたいです。これで、ね、できるらしいんで、よし。これなんマリモみたいになりますね。あ、座って移動できそうやな。ちょうどこの電車と行き違いで、あれですね、発車だったんですね。で、車庫改装なんだ。いやー、なんやかんやと長い旅になりました。さあ、着きました。貝塚駅ね。で、まあ、うちとしてはね、ここからまだ
いくつかね企画をやってきますんで、まずはね貝塚駅からねあのタコ地蔵にね行かないといけません。そうです、まだ日もねありますから、せっかくやからこのままタコ地蔵見てきましょうか。ちょっと荷物ね車に置いてタコ地蔵に行きましょう。とりあえずタッチで改札くぐって、お、はい、はい、いやー、から混んでますね。で、どうしよう、こっからタコ地蔵ってそんなに離れてなさそうだけど、いや、いいか、いや、普通に何回使おう。よし、まあ、またね明日またじっくり回ります。ちょっとねまだね、人も多いですし、またねちょっと落ち着いたところ明日撮れたらなと思いますので、じゃあタッチで行きましょう。よいしょ、はいはいはい。で、急行やったかねな、普通で行かなきませんから46分発、まだ11分あるな、まあ、ゆっくりちょっとホームで待ちましょう。ああ荷物がいっぱいですからね、私はタコ地蔵ですからね。普通か準急やったらいいのかな。すごいですね、で、その後に行かなあかんのが、これタコ地蔵に戻ってからホテルがあるのか、この錦の浜の方らしいんで、こっちに車で行くと。まあなんか変則的ですけど、まあまあまあ。で、これは急行だから、これじゃあかんのや。電池ないとこ。もう、こういう電車も来ますよね。結局最後の1本、手出しちゃいましたからね。まあまた、充電しとかなきませんね。あった。この駅で待機するわけじゃないか。こんな感じか。はい、こうかな。上の方に向かってくれ。うん、予想通りほとんどの方が今の急行で帰ってかれましたね。特急乗った、太陽事故に乗った人はその前のやつで帰った感じかな。そう、ということで貝塚駅も完全にほぼほぼ平常を取り戻した感じですね。まだあれかな、イベント関連の方かなっていう方はちらちらと見かけますけどね、まあ、私と同じはちょっと変則にしてっていうことでしょうね。まあでも、まあ、今はまだ6時、まあこれで6時前ですから、6時までにあっちに入れますからね。ちょっとタコ地蔵だけね見ていこうかなと思います。歩いていける距離みたいなんで、ついでにちょっと車の脱出ルートも確認がてらね。ただちょっと荷物はねもう重たいんで、もうねそこ行くだけですから、もう置いてね、車に置いて手ぶらでね、身軽に行こうかなと思いますけどね。こんな感じになるんですね、接近って。結構近鉄と違って面白いですね。お、これ何、ラピードでも来るか、なんだなんだ、あ、サザンか、
横では水間鉄道も出てきますね。あ、これぐらいになるといいですね。しっかり落ち着きを取り戻しましたね。あ、一気に取ったら反対からも電車が来てます。あれが普通かな。まもなく3番線に電車が到着いたします。危険ですから足元の黄色の点字タイルまでお下がりください。面白いですね。やっぱ会社によって言い方ちょっと変わりますもんね。さあ、この車到着の電車はこのタイミングで言っちゃうんですね。よっしゃ、これに乗って一息、箱地蔵までね行きましょう。よいしょ。